はい、今日はですね、まあ、だんだん暑くなってきた今日この頃、今日は、2024年の、6月の12日ですね、まあ、カラオケボックスからなんですけど、まあちょっとね、なんかあんまりちょっと何喋ろうかなみたいな感じなんですけど、まあね、東京都知事選って僕は大阪に住んでるんですけど、まあ、東京都知事選がもうそろそろその候補者が結構出てきたっていうことで、で前回の僕の動画ではですね、まあ、翼の塔が逮捕された解説動画みたいなことで、まあ、翼の塔と東京都知事選ね、で、まあ、ネット上でね、まあ、最近話題の政治ネットニュースみたいな感じでちょっとね、あのカラオケボックスからお届けしてますっていうことで、まあね、まあ、まだ小池百合子都知事は立候補してないっていうことなんですけど、今一応蓮舫さんですよね、立憲民主の。あと、参政党が支持に入ってる田母神さんですよね、田母神俊夫さんって、あれで石丸さんと、あと誰でしたっけ、あと NHK 党がなんか候補者を出すって言って結構っていうのと、あと、蓮舫さん、小池百合子さん、田母神さん、石丸さん、あと誰やったかな、まあ主にですよね。で今蓮舫さんはまあ言ったら、まあどっちかっていうと、まあね、あの中華系とつながりがある、まあ、台湾の人なんですけど、まああれなんですよね、まあネット上では、まあ言うたら本当に日本、まあ東京都とか日本に対して忠誠心があるのか疑問視されているみたいなところで、で、まあ、小池さんは出るんですかね、まあそのまだはっきりと出馬表明してないらしいですけど、まあ、もうそろそろね、あと6月20日からなんですかね、東京都知事選ですごく短いらしくって、でやっぱしね、今でもやっぱしね、小池百合子有利みたいな話で、ちょっとね、ちょっとここ1週間でまたね、翼の塔が再逮捕みたいな形になったんですよね、話題ので、多分このタイミングで再逮捕ということはやっぱしね、学歴詐称みたいなことで騒がれるのがやばいっていうことで、まあ、結構ね圧力が入ったんかなみたいなことで、再逮捕の理由っていうのは道路交通法違反ですかね。か立憲の凱旋してる時に立憲の車を、立憲民主党の車を追いかけたことによってみたいな話なんですけど、まああんまりね、もう一つ言われてるのは、なんかもうその金目当て、要は結局そのいろんなことを、例えば選挙妨害、落選運動っていうのは、翼の落選運動っていうのは、まあ言うたら金目当てなんちゃうかっていうことを、須田慎一っていう、まあ、YouTube の中でも有名な人は、まあ、話してたんですけど、まあ、ちょっとね、あんまりパッとしないなっていう、その道路交通法違反であったりとか、で、学歴詐称っていうのも、まあ言ったら、前だったら、公選法違反なんですよね、まあ、違反は違反なんですよ。で、まあ、そういうことで、まあ、政策的に言うと、まだ小池さんは出馬表明してないんですけど、あともうしばらくしたら、多分します。で、まあ、小池さんもね、もうええ年なんですけど、まあ、国政に行くか、引退するか、東京都知事を継続してなるのか、で日本保守党はまあ辞退したからはその出ない、で日本保守党関係の飯山あかりさんは出ない
出さないみたいな話で、で結構ね、百田直樹さんがもうちょっとね、今回の選挙でちょっと参ったっていう、まあ、翼の凸とかのせいもあるんかもしれないんですけど、まあ結構ね、ごちゃごちゃ、わちゃわちゃしてるみたいな話で、まあちょっとね、NHK 党はなんかちょっとまた、その、なんていうの、まあ宣伝、お金はかかるんですけど、選挙に人出すのには、供託金とか言って、まあちょっとね、まあ立花さんとかはね、まあ、その政治を、ね、ビジネスとして考えてる傾向が強いってことなんですよね。でも、まあビジネスじゃない政治っていうのってあるんかなみたいなことも、まああるわけなんですよね。例えば飲まず食わずで公益活動をしろって言ったらやっぱ無理なわけで、そういうことなんですよね。まあ玉上さんがね、まあ多分蓮舫さんはあれなんで、ただね立憲民主はね風が吹いてるっていうか、多分ね、どっちかっていうと、こう次もうそろそろなんか自民党総裁選があって総選挙やるんちゃうかみたいな話も出ているんですけど、まあまああと1年なんでね、最高でも来年には選挙が絶対あるはずで、このまま行くと自民党が、まあ、政権交代っていうね、立憲が票を伸ばすかって話なんですよね。ただ立憲民主だけで政権は多分取れないと思うんで、まあどっかと連立を組んで自民党を追い落とすみたいな話にまあなっていくのかもしれないんですけどね、ちょっとね、まあ、ごちゃ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 してるんですけど、で立憲多分ね、なんていうんですか、立憲民主なんで多分ね、まあそネット X とか YouTube 上で出てる言説と、まあ、テレビ見てる一般大衆っていうのもちょっとね乖離してる部分があって、 X の中とかそういう活動家みたいなのも動いてるんで、まあね、多分今多分いろんな面でコロナも切ったし、税金も徐々に上がっていってる、物価も上がってるってことで、多分ねかなりね景気っていうのは良くないと思うんですよね。まあそこでまあ自民党は言うたらもう出す金ないよ的感覚なんで、もうね積み立てNISAで自分で勝手にね、お金運用して増やして、あとは自分たちで何とかしてくれよ的な雰囲気なんで、まあね、そういうこうそれに対して国民がもうちょっとね嫌気がさしてるみたいなことで、で立憲民主にちょっと流れてるみたいな感じで、多分ね次の選挙では立憲民主なんですよね。で僕的にはまあ新党に期待してるんですけど、新党まあ言ったらね、多分ね立憲民主やったら多分ね、まあなんかその国民に優しいかなみたいな、まあ、イメージ、まあ、組合支持母体が大手の労働組合と、まあ、公務員に支持されてるんですかね、なんかそういうのがあるんで、でもただはっきり言って公務員であったりとか大手の労働組合に入ってる人ばっかしじゃないんで、まあ、結局ねそこから外れてるし、正規のたくさんいる正規の人たちはどうなるんだろうみたいなことなんですけど、多分そんなことじゃなくってなんか立憲の方がまあ自民よりまだマシかなみたいなことでやっぱ票を伸ばすんちゃうかなっていうことで、まあね前回のね補選とかでもやっぱ立憲で自民が3連敗してるみたいな話なんで、まあ多分ね立憲の方に流れていくんかなみたいなことで、ただね立憲とかもね選挙に通るためにはね飴玉って言ってこれしますあれしますって言って、その飴玉をまあ例えばその高校学費無償化であったりとかそんなことをまあ言うんですけど、結局ねお金がないっていうね。で立憲と国民民主の貨幣感っていうのは、まあ、基本的に税金を取り立ててそれを分配するっていう考え方で、未だ多くの新党とかであれば、新党とかはまあ実際はそういう財政規律とかその税収とかは関係なしに、まあ国債を吸ってある程度そのお金をまあばらまけるんだっていうまあ発想の党が多いですよね。でもまあそうせざるを得ないっていう状況で、年間大体100兆円の一般会計があったとしたら、
30兆円はもう借金で賄ってるわけで、まあ、結局ね、まあ、そうならざるを得ないっていうことなのかなみたいなことで、だね、毎年毎年30兆円高齢、日本が高齢化してるから30兆円、まあ、国が借金してても、まあ、言えたらその今の勤労せ、まあ、自営で働いてる人たちとかも、まあ、ちょっとね、まあ、社会に対して不満があるからなんとかしてくれよ的な、まあ、ちょっとイメージなのかなと思って、まあね、翼、うん、でもね、多分ね、小池さんのね当選を脅かす存在としてね、翼にちょっと頑張ってほしかったんですけど、まあ、再逮捕みたいな形になっちゃったんで、まあ、翼もね、確かにね、公職選挙法違反なかもしれないんですけど、まあ、小池百合子さんもね、前田公職選挙法違反してますよっていうことで、ちょっとね、まあ、今の趨勢みたいな形で、ね、翼再逮捕と東京都知事選みたいなことで、あとね、玉上さんはね、どっちかっていうとね、公共工事、東京のその地震が来るって言われてるんで、まあ、強靭化にお金を出すっていうことで、ただね、財政的にはね、まあ東京は結構金持ってるみたいなんですけど、ただまあどうするんですかね、ただね、積極的に公共事業をやるね、どっちかっていうと今までこの30年間っていうのは公共工事っていうのを禁じてきたっていうね、まあこういうのをなんていうの、積極財政っていう、積極財政による公共工事で、まあその地震に対して備えるっていうのと景気刺激になるんじゃないかみたいなことで、玉上さんですよね。まあでも玉上さんは前なんかお金の件でね立候補してたんですけど、あの統合幕僚長 の、 あの自衛隊の偉いさんやったんですよね。でお金の件でねちょっとね足をすくわれたみたいな形で、ただね玉上さん自体はそのレアに濡れ着るだみたいなことで、まあ、ちょっとねネット上で釈明してたみたいな感じなんですけどね、まあ玉上さん、まあ、小池百合子よりはね玉上さんね、あとそれからも外国スパイ説みたいなのがある、まあ、蓮舫よりはまあいいんかなみたいなことで、まあ、玉上さん、まあでも、まあ、今のところね小池さんですよね。まあそれとやっぱしね、ちょっと翼にちょっと暴れてもらいたかったっていうことがあるんですけど、再逮捕されちゃったみたいなことで、今日は終わっていこうと思います。ではさようなら。